ツンデレボイン大畑美咲、そうですね、ザブン所属になります。もうすでに無知を持ってやる気満々ですね。恐ろしいわ。はい、そしてツッカの入場ですね。チャチャラチャチャラチャ、もういつも私これ空耳してるんですよね。ちょっとダライラマって聞こえるの私だけ くだんない話だなこれも。ちょっとだ、え、私だけ？ちょっとダライラマって聞こえるのは。そう、この黒ツッカのね、コスチュームはね、私がね、デザインしたやつなんでね、もう着てきてくれてるのが嬉しいですね。まあ、クローズ3ウェイなんでね、クローズ用のコスチュームなのは当たり前ですけども。この赤いサッカーボールも綺麗だね。映像でしっかり見るの初めて見たわ。そして出てきた私白井美桜。違ってるって書いてあった。さっきのダライラマってリズム的なあれなのかな。なんか空耳してたんだよね、ずっと。なんか多分ね、この曲はいいんです。はい、大丈夫ですよ。私もオリジナルですよ、この曲は。ユニオン女子部のベルトと、私の大好きな狂気誘導棒を持っての入場です。そう、なんかね、狂気オトアカデミーのとクローズの音で違うんで、結構勘違いする人いるんですけども、黄色と黒のしましまの高音バーは、オズアカデミーの狂気で、こちらの方がクローズの狂気になりますね。いや、紙テープいっぱい飛ばしてもらって嬉しいですね、これ。そうで、私この時ね、新コスチュームなんですよ。ちょっと某メジャー状態のもうメジャー選手と同じところでちょっと作ってもらったもんで、今までの私のデザインともちょっと違うんですよね。なんかズボンの絵が多いのも全然違うんです。ちょっとゴージャスになりました。なお、この試合はコール2分、そして腰にコー羽ナーみたいスタなのートが入ってます。ゴール資格となり、あ、出た、最こ後れにみたい勝ちだ残っね。た1名が勝者となるルールで行われます。ふふふ、ズボンの感じでしょう。ふふ。でもね、この2人がね、恐ろしいんだよな。楽しそうでしょ？ が人気でしたね、意外と。危ない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 。あ、でもズッカの一人勝ち。他人の狂気を使いこなしやがって。これライトセーバーちゃいますよ、誘導棒ですよ。ムチはね、慣れてないと使いにくいですね。セカンド、セコンドにスラちゃんとかやってますね。こういうのがないと確かに人の狂気って使わないですね。Yeah.
あざましい。これ3連発来たんだよ。元気だなと思っちゃったよ。大畑さんが一番この3人の中で若いですからね。でもあれですけどね、私の1個下ですけどね、年齢的に。痛かった、痛いわ。女子プロはなんで OK っていう選手が多いのかな、なんでだろうね。でもなんか言うね、みんな。私もたまに言うもんね。クローズはねちょっと悪いからね、普通に反則技通常やるんですよね。あ、入会多め、入会された人がいたの、ありがとう。まあそうですね、これ入会しないと何本目からか見れなくなりますからね。3本目は見れないということで、1本目2本目しか見れないそうです。はい、あ、これでね大畑さんがね主役になんかさせねえかなって言うんですよ。まったく、いつも仲良くしてるのに。いよいよ、あ、こういうとこですよ。なんかこうすぐ裏切る大畑さんは言われてますね、腹黒女って。そうだね、無料枠でこの試合見れるのはラッキーですけども、ぜひともねこの先にもねすごい試合があるんでね、見ていただきたいなと思うんですけども。そんな友達の彼氏奪うみたいにって、ある意味これは裏切りの裏切り合いですからね。もうツッカと私は何回も大畑さんを取り合って三角関係ですからね。あ、黒ツッカのこそ初めて見たけど似合うねっていう。そうなんですね、ツッカ黒とかも全然似合うんですよね。私の得意技入りますよ。でこれオーバーザトップじゃねえのって思われるかもしれないけど、私中から外に出たのは下からだったんです。セーフです、これ。ここはつっか狙いに出していただきますね。あ、お姉ちゃんに首をのじされたいっていう人はね、ぜひ DDT の総選挙で私にね票を入れてね、20位以内に入れてくれると、あれですよ、首をのじイベントっていうのをやりますからね、よろしくお願いします。でもね、多分ね今のシンコスとかね、昔よりもね布地がね少ないからね、首四の字したらね大変太ももが触れると思います。はい、そうですね、去年ダブルブッキングしてしまったんでね、もうねここからは今もう4団体所属になったのでもうダブルブッキングはないですよ、安心してください。はい、このスッカのチョップの落とし方よ。大畑さんが私に協力的になってくれましたね。つっかの避け方かわいいな今の顔。ホールの乗り方もなんかかわいいな。私だけ私だけ蹴られる。で出たダブルの逆打ち、はい、これで土蜘蛛も決まりますね。でもここでねツッカがあれですね、別に勝ち残りだからカットに来なくてもよかったんですけど入ってきちゃったんですよね、無理くりホール。ここにツッカが欲を出さなければよかったんですけどもね、勝利を使わせていただきました。みんなぜひ走る。いや
新コスで勝利ですごい良かったです。でここでとりあえず一勝ということでメイクを勝つぞと言えるんですね。あ、楽しい試合でした。ありがとうございます。みんなね、握手求めたらね、一回散ってったからね、えって一瞬だったんですけど、くれたんですよ、狂気メイク、これで頑張ってねっていうことで、頑張るぞーと最後はみんなで仲良く帰らせていただきました。サッカーボールの使い道、そうですね、ちょっとサッカーボールの使い道うまく使えるかどうかわかんないですけども、あのメインイベントではこの狂気たちも出てくると思うんで、気になる人は入会して最後まで見てね。